これを俺は今日朝もう2回ぐらい全部消したんだよ。ああやっぱりね、やっぱり見方が違う人もいるわけだから、うんうん、それであだこだ俺今この年でリングも上がってなくて、うん、対応できないと。俺は俺でもう自分なりの自粛生活はしてるつもりで、ただこの世の中に起きてる、毎日朝めちゃめちゃ朝早くなってる年取って、それでニュース見るし、毎日はもうワンパターンだからね。そうすると嫌なニュースばっかり。まあ藤山さんもその目について、あの小田家の事件とかね、うん、なんかそういう、なんかそれが今のこの世の中のこのコロナのストレスなのかなって。でもそれに俺がしつけたくないわけ、そういう場合で。でもなんだかんだ言われたけど、うん、オリンピックをやる前にやった方がいいとかできないとかどうも言ったけど、だってそれにやった方がよかったね。メディアも結構反対方向の意見を今まで言ってて、うん、今こう針で始まったらこう、まあ手のひら返しじゃないけど、うん、まあ精神や関係ないことなんだけど、うん、一生懸命頑張ってやるからには頑張る。自分なりになんかまで、まあ、今やるべきじゃない、これだけ感染者が増えてしまったけど、始まってしまったやん。やっぱりテレビ見てるもんな、喜んで。あれやっぱりやってよかった。うん。開会式テレビで見られました。ああ、見た。うん、あなんか、でもなんか、この日本国では、今現在の日本国では、ちょっとやっぱり寂しさと物足りなさ。これがなかったらすっげえことやってよと思うよ。本来は多分、ものすごい多分、性格的に言いたいなと思うよ。あれはないだろうとか。でもね、俺も思ったことある。でもね、もう今は何もあえて言わないんですけど、いや、ほんと藤山さん言わない方がいいです。言わない、触んない方がいいっていうこと。でもね、やっぱりそうするとこれまた流す、いろんな角度からね、いろんな多分計算して、いろんなこう考えながら自粛して、多分いろんなこと考えてやったんだろうけどね、うん、ただあのオリンピックルールの、あの日本であの作ったやつは、ルールブックはガチャガチャになるっていうのは、なんとなくそういうのはスタートする前から予感はあったよね。うん、世界中の選手がこう日本の、ようなこうきちんとこう守ってっていう部分では、多分欧州とか、まあ、ああいうところの国からアジア中継とか集まってきた、てんやわんやなのさ、分かったね。でも終わってしまったら、皆さんいろんな各国なんかね、評価的にいい評価、そのまで言ってくれてるじゃないですか。気遣ってくれたのかしないけど、うん、でもみんなである分じゃこの状況の中でよくぞあそこまでできたって思ってんじゃない、うん、だからどういう具合の判断していいかって。レスリングもすごかったね、レスリングね、うん、まあ、やっぱりああいうレスリングとかああいうの見る、やっぱりあんめには入りますよね、一日何回も。もうただ全然世代が違うから知ったのじゃないでしょ。僕はやっぱりあのバスケットと野球、うん、そっちの野球あの、うん、あの決勝見られてました。うん、見たね、うん、でもね、やっぱりなんかこの状況の中で判断をしたくないっていう、うん、やっぱり疲れたい力だと思うの、うん、でもこの状況だから仕方ないとかっていう、うん、人も出てくるしね、うん、もう力もやる気がなくなったとか。あのメダルの数見たら、あれ主催国だから皆さん気遣ってくれてるのかなってぐらい、なんかすごいメダルの数だったね。金メダル、特に金メダルが一番多いんでしょ。金メダル、今日は銅メダルがあって銀メダルがあって、で金メダルが少しだけど逆だもんね。金メダル27ですか ね、やっぱり陸上がちょっとね、うん、もうちょっと期待したい、ね、あれちょっと俺もなんかかわいそうな残念ですが、やっぱり、うん、あれだけやっぱり緊張してるんだろうな、うん、あのバトンをね、ああいうコースは普通は、でも一番練習してるところだからね、量を縮める日本の武器だったんだけど、うん、あれはね、世界中がでもね、こう渡すのと、要するに下からこう渡す練習を同時にして、ここだからね、多分どっかでね、だから0コマっていうのも、もうみんなパクられちゃって、みんなやりだしちゃって。俺もそこで初めて知ったんだけど、あれ
このラインの間に渡さなきゃいけないってそれあったのね、うん、俺はずっと距離関係なくて渡せばいいわけだったら俺が渡すのに俺はずっと走った俺は追っかけてきたそう前にあるよね白い白線が俺が追っかけて抜いちゃったねバトンあれは中学校とか高校のあのバトンはあの距離でやっぱり決まってないでも一緒だった一緒だったそれは知らなかったそうあれ今回初めて俺も知った陸上競技ですよ運動会はないです僕陸上部なんだけど小学校は別に運動会でもそこまであったいや運動会は運動会はないですないよ陸上競技運動会はないだろだから追っかけてもう知らない同じように多分思った人いると思うよ。ああいうあのいつこの距離感で渡さなきゃいけないとそういうのあったんだと思う。みんな思ったと思う。だから走るのも早かったのね。ねえ。まあ陸上だったから。僕陸上。だから僕はスラマとかやっぱり身体能力のいい選手っていうのはまあ。だから身体能力があるんだろう僕は陸上のほら、あの幅跳びとか三番跳びとかあっちのフィールドの方だからああ、うん、短距離とか長距離とかもうまあでも陸上やってるわだから幅跳び三段跳びは割と僕は見てたねうん外国人選手と戦うってプロレスもそうですけどこれはでも、ね、世界レベルってやっぱ全日本、まあ、日本だと全日本クラスとか世界クラスとか、まあ、ね、ちょっと前はもうアマレスでそういうのを経験してるから違いますね違うと思うよこれはあんまり変わんないですよ、プロレスもアマチュアも変わんないただね、いやいや、こういうことなんですよアマチュアはね、やっぱり体験だから海外遠征とかするじゃないですか、うん、年になんか、うんそれ国が大きければ大きいほどそういう国の予算でいろんなところに体験さ全員ではないですよ選ばれたそういう力あるない国はほとんど遠征とかオリンピックまでしたことないから離れしてないから緊張感金あるかもねプロレスだって最初俺デビュー戦やれたってもうあんなガチガチ本当に人形みたいな動きでやってでもやっぱりあのどうしてもこうなるあの対戦すると、うん、慣れてくるから同じですよあそれはやっぱりメダルとかねやっぱ取ってる選手は海外遠征してる人だもん ね, ね, 多いですよねだから外人選手だから整ってこうデビュー戦から、まあ、日本人とやったのかわかんないけどまあその外人選手、まあ、外人選手その前にやっていくじゃないですか、うんうん、あそう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 そこのテレビの解説で、こう柔道とかあのレスリング、外国の選手は腕力強い、上半身強いですからねってよく心配ますけど、いやっぱり実際違う、かなり違います。身体能力、それは違いますよ。手も長いじゃん、足もなんで、それはありますよね。だからそれを補うために4年間みんなこう、みんな取った人、まあ取れなかった人、みんないるわけだよ。やっぱりでもやってようかじゃないよ、やっぱその国からやっぱり全日本だとか、うん、国を背負って出ていくってのはかなりやっぱりレベルだよね、そうですね、うん、あの若い人のスポーツ見てましたスノーボードあれねスケボーでしたね見ながら夜中見ながらこうスケボー今大変らしいよあれ今会員とかメンバーすごい増えたらしいよ急に俺ね、でも今回取りすぎたなと思うけど一つなぜこんなに取れたかって思ったら今まあ種類も多くなったけどオリンピック競技あのスケートあの何ていうのスケボスケボスケボあ10代じゃないですか多分ですよ12歳14歳あの子たちは13歳あの子たちは成人した若い選手たちよりは
プレッシャーが全く違うんだろう、うん、遊びながら失敗して恥ずかしいっていうぐらいのプレッシャー、それで4年間一生懸命やってきた、うわーっていう、うわーこれやってればーってもうショックを受ける、だからそのプレッシャーをなんかそんな風にあのこの子たちは感じてやってんじゃないかな、だから意外ともう普通だからね、普通にやってたもんね、ああだからメダルと、うん、別にオリンピックの中今競技で2つしてんじゃないよ、そうね、そうそう、だから中学校ぐらいでもうメダル取るのも不思議じゃない、2年生、12歳だったら何年生、中学校1年生あら中学校1年が金メダル、メダルだったねそうですね、柔道の金メダル、金メダル、みんな一緒でしょ、そうです、同じ金メダルだよね、その頃の金メダルとは分かれて分かれてないよね、だから競技によっては若い世代がもう中学、下手すら小学校6年生ぐらいでも出ていくんだね、これはその方はこれがもうあれオリンピックのもうスケボーはそうですね、スケボーだからプレッシャーがちょっと普通のプレッシャーかかってるのとちょっと俺は違うのかな、うん、ね、アメリカが本国だと思うようなスポーツ、うん、新しい、うん、あれで日本人の若い子が取るって、うん、かなりイケてる国に見えますよね、そうおかしいですけどね、うん、だから日本ってこう時代だと器用だよね、うん、器用っていうか意外とこう順応していくのは早いよね、スポーツ競技、はい、俺はもう絶対不思議でうわこれ無理だろうと思ったなんていうの、クライミングバックフリークライミング、あれはあんなスピードが雲みたいにガーッと上がってるの、まあ、日本の女子とか男子も頑張ってあれメダル1個ぐらいなんか取れて、あ、2つ取れて金メダルがなかったなかったですね、ビキンとどう、それぐらいまでのところにはすごい、あれも見たら正式種目になっちゃうね、そうですね、あ俺なんかあついてるとこだけ1、2、3、ちょこっと足を離すぐらい、でも、たまに今ロケあるでしょ、一応ロケやらないし、あのロッククライミングやらなかった、やらない、俺やったことある。まあ、あのね、怖いなと上がってみたけど、本当まあ2メートルぐらいで上がってないんだけど、すごい高いように感じたんだけど。俺はジャンプしたタッチ。あれも怖かったな。なるほど。お二人ともこれ見られてると思いますけど、映画。うん。おすすめだね。もう映像もテレビに映画ニュースも全部。僕はもうあまり分かんないけど基本的に映画は好きですよ、映画はね好きだ、それとドキュメンタリーが好きなんですよ、ドキュメンタリーね、うん、面白いドキュメンタリー、うん、でも今なんかこれなんかネットフリックスだってあれは今ハマっちゃってるね、もうあの映画はねもう映画館行く必要ないぐらいね、あ家でずっと見てられるもんね、だから今こう伸びてるんじゃないですか、一時期流行ったじゃん、なんだっけ愛の不時着だって、あ愛の不時着、ありゃちょっとあれハマったね、あり得るわけ、あれは見て俺ネットフリックスにずっともうハマっちゃったんだ、あんなことがあり得るわけやんない、あるある、俺はあると思う、あれって風一つ流れてるから、あれはあったことがなんかドラマだったんじゃないの、あったら紛争なんかもう世界中の紛争なんか絶対歌えるよお前ばっか見た、うちの家内がハマったね、うん、ハマった、あれはねよく出てたね、うん、あれは世界レベルのドラマだね、うん、あれだったら見ようと思うね、すごいです、うん、いやまあ、はい、ちょっと気をつけてくださいさんたち壊れるって言えないじゃんお前、まあ、それに近いとハマったあの人気ランキングで出てるじゃないですか、うん、ああいうの気にします、あの今週の1位とかにお前一応見てどういう映画かなって見るよね、ああ、うん、そうなんだよ、やっぱりね、昔はもう映画あったらもう
今でもそうだけど、まあ時代劇は違うね。あ、見るけど時代劇はなんかね、最近はちょっと自分がこう納得するようなドラマがないしね。大河はもう、まああるこう番組の中でそういう主演の泣くことはありますか？なかった。あの泣くこと、どういう時ってやってる、テレビとか映画とかみたいな、ああ一つだけこれ見たら俺やばいと思う。何ですか？結局は言わなかったんだけど、今藤山さんに時代劇って言ったけど、必ず俺ね、誰もいない家にいない時に、うん、ティッシュさ、ティッシュこう一応置いといて、うん、もうこれ何回も見てるからもう時代劇、まあ一応こう置いとくわ、うん、まあ、うん、いやー今でもいやダメだっすね、ダメだな、うん、時代劇、まあ時代劇、最近そんな時代劇あったもん、ね、まあ、俺は今振り上げてちょっとうるっときたことあったよ、実はこういう、それから好きの今ではもうこの人が一番俺は好きな俳優さんがとも主役やってて、うん、これを見たらもうダメですね、まあ、それそういうでも我々の世代でちょっとうるっとくるようなあれっていうのはね、そうそう、やっぱりその自分のその時のこう、こう心境にもあるんだろうな、昭和とやっぱりね、今の令和のこの今成長していく、成人していく人間たちの感じと、やっぱり戦後、まあ数年後に、戦後数年後に生まれて出てきた人間と食べていく欲しいものが違うもん、こう自分に、そうですね、あ本当に口に入れたいっていうもの自体が違う、うん、あいやさ、ギブアップ、こういう言葉使わない、ギブアップしたい時はギブアップした方がいいなるほど、こういうのホリシャーお前ガーリッとかさ、でもお互いのでもキャッチフレーズもなんかその人がいやなんかあの普通みんなファンはこう思ってますけどでちょっと寄っていただいて最後に I never give up っていう言葉を、はい、あの締めてください。はい、あの同時に、はい、あずれてもいいです、はい、同時にできるだけ出ずにお願いします。はい、 I never give up。